政府はこの被災者や殺人者の意思を十分汲み取らずに基本方針や具体的策を作ろうとする傾向があります。国会での質疑や各省庁との交渉において見受けられて未だに前進が見られていません。ぜひともこの野党発議者における超党派議員連盟で法律の実施を監視し確実に施策を実行させるとの取り決めに基づき早急にこの政府に先んじて子ども被災者支援法の塊となる本質部分を具体的施策に反映させる提言を出すべく議論するためにこの子ども被災者支援議員連盟において私たち国会議員が東京電力原子力事故被害者の思いをしっかりと受け止め被災者被害者の生活再建と健康管理を国の責任で実施させることは立法で働く者の責務であり国会議員として最大限の努力を尽くすべく超党派の議員連盟の設立に至ったというこの経緯がございます。この法案に魂を入れられないような政治であるならば私は意味がないと。そしてこの法案に本当に魂を入れることができるのならば日本が大きく変わるきっかけにつながっていくと私はそう思っています。原発の被害から子どもたちそして被災者を救おうという一心で、歴史上初めての全政党が発議者でそして全国会議員が賛成ボタンを押すという画期的な成立をした法律です。できるまでに1年間かかって6月に成立をいたしましたけれどもまだ予算がついておりませんのでこれから予算をつけてそして法律を具体化をしてそして現場の皆さんに救済の手を差し伸べるということが大切でございます。補正予算の中身や本予算の中身基本方針をいいものに作ることそれに伴うさまざまな施策をどうするか司令塔としてエンジン役として議員連盟が発展するように力を合わせていきましょう。一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今後この議連でですねやっぱりまず大臣に復興大臣に申し入れをしていきたいというふうに考えています。まず基本方針を早く策定するというそこにまあこの住民や被災者の人たちの意見をしっかり盛り込んだ基本方針を策定することをまず要望していくということがまず第一だろうというふうに思っています。それからこの基本方針が出たときにはそれに対する議連としての声明を出していくさらにはこの法律がこの施行されていくこの施行されていくところをしっかりと視察して監視していくということもしていきたいと思っていますしさらにはこの国民にもっと子ども政策支援法を知っていただくためのことにもやっぱこの議連として何かできることがあれば協力していきたいというふうに思っています。この子ども被災者支援法の法律の条文にあります、この支援対象地域というのは年に1回見直すことになっているんですが、この支援対象地域に含まれるかどうかでこの法律の内容が施行されるかどうかというのも決まってきますので、ぜひこの支援対象地域を広く幅広く取れるようにぜひこの当事者の人たちの支援者の人その被災者の人たちの意見も入れて基本方針が策定されたりこの支援対象地域が決められるようにぜひこれから働きかけを強めていきたいと思っています。